湖南農業大学は中国湖南省庁差し不要区に本部を置く中国の公立大学である。1951年に設置された大学の略称は湖南農大、小農。2019年12月時点では学校の面積は2.27平方キロメートル、建築面積は75.6万平方メートル、生徒数約3万3704人。 本科生28,620人、研究生5,062人、教職員1,392人、コナン農大。コナン農業大学の起源は、清政府が設立した修行学堂。1951年3月9日、元コナン大学農学院と、水見南省立修行農林専科学校が合併し、コナン農学院設立。百九十四年三月、 名称を湖南農業大学に変更。2011年学校創立記念60周年式典を挙行。文猿館。学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と系の上の編成で、実態はなく、日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。大学生創業基地。 コナン農業大学図書館、蔵書数は、全館合計で、約196万冊生命科学館。宿席、コナン農業大学図書館。コナン農業大学館助、コナン農業大学。 h t t p s w w w h u n a u e d u c n n d g k x x j s n d j j 2 0 1 4 0 8 t 2 0 1 4 0 8 0 5 3 8 6 h t m l 2 0 2 0年2月18日閲覧記念60周年式典。コナン農業大学。 http://220.169.45.179-x960- <ッ>歴代学長。コナンのお題。 h t t p w w w h u n a u e d c n n t g k l d b z l r l t 2 0 1 4 0 8/.t2014 0 805389HTML ありがとうございます。